来てる起きてる、まあ、こんな感じでね、山手線の運行本数ぐらいアラームをかけておりましてね、ちゃんと起きることができたんで、よし、じゃあもうね、こういうのは寝ぼけてるうちにね、運命決めてもらいましょう。こんなワンボタンで今日の一日が決まるっていう、なかなか理不尽ですからね。よし、じゃあもう早速3日目のねダーツを刺していきたいと思います。全国ランダムいきます。あー、いけ、どこや今日は、どこ、筑後、これもしかして九州じゃないのこれ。ちょっと待って、やばいってこれ。日本縦断やんこれ、もう企画変わってもうたあるやんこれ。今僕ここですからね、ここ北海道ニセコですからね。ちょっと待って、縦断やん。もうでもね、なんだろう、なんかあんまなんとも思わない。でも日本縦断はそうなんだけど、どうせ飛行機乗るんでね、もう飛行機の速度だったら誤差の範囲と思ってしまう。ちょっとやばい、感覚がもう麻痺してきてる、3日目にしてっていう感じなんですけど、今回3日目の目的地は九州筑後市の筑後に決定しました。いやー、もうこれは完全に試練ですね。いやー、でもね、これ早くダーツしといてよかったね。どうせこういうことになると思ってたんで、よし、じゃあもうちょっと速度決まったら急いで移動しましょう。これ誰がこれ鉄道で移動せえっつったんだこれ。もうほぼ日本地図なぞってるだけやんこれっていう感じなんですけど、これはさすがに飛行機かな。ということは新千歳まで行ったらいいんかな。ちょっと急がないといけない、6時39分なんで、おそらくね、新千歳方面に向かう、小樽方面の列車が7時22分があったんで、これもう徒歩1時間歩いてたら無理ですね。一応ルールとしてはですね、交通費以外で使うお金の縛りっていうのがね、1万円ということになっています。だから宿代が5000円なら残り5000円で食費と観光費用をなんとかしないといけないというところで、こっからね徒歩1時間半離れてるんですね、ニセコ駅まで。昨日死にかけましてタクシーに乗ったんで、ちょっと借金してましてね、今日の予算はこちら9370円ということになっています。もう大金やねこれ。